はい、宇多美乃です。前回はこういうね、諏訪原城についに織田家が攻めてくるといったとこでしたね。ついに信長24,900出陣です。はい、いやー、ついにこの大軍が来るかって感じですね。どんだけ清洲城が育ってんだよと。連度70、あー、もうしょうがないっすね。はい、ひとまず米がないので出陣できないので、ちょっと進めましょうか。どこまでやったんだっけな。ここをもう帰らせるみたいなとこまで行ったんだっけ。ちょっと忘れちゃったので、進めるとこまで進めましょう。止まれ止まれ。おお、豊作か。いいね、いいね。二つぐらい拠点入ってる。あれ、もっと入ってる。よし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 。これで米不足はなくなったと。先月の収支です。米不足は26万。いいね。さあ、どうするかですよね。ここは駿府館に返す感じだった。上原城もそう。伊東一等車大学多分昔からここに残すはずだったと。これも中野城に返すんじゃなかったか。城へ戻ります。うん、騎乗する。みんな返そうみたいな。城へ戻る。騎乗する。一回リセットですね。うん。騎乗します。騎乗する。おぶさんは？おぶさんもちょっと帰りましょう。で、ここの部隊は小山城に行くと。で、武将をね、多分間に合わないんで、こっちに一部隊送りたいな、何か。武将、動いていない武将を一人送りたいと。誰かいい武将はいませんかと。あ、いいね。里美の姉ちゃんやってあげてって感じかな。それでいいかな。で、武田が確かね、攻められてるんですよね。ここで攻められていると。これはなんでここにいるんだ。ああ、こっちから回って支援しようとしてるって感じかな。ここも攻めてくると。ですね。ということは逆に言えばですよ、この不可思議城を動かせると武田の脅威がなくなったということですね。ここからマックス持ってきましょうか。マックス持ってって意味があるのかという気もしますが、まあね、何が起こるかわからないんで、多分大丈夫だと思うんですが、一応こんな感じかな。ここはなんか舞台います？いないね。どうしようかな。朝比奈さん、ここ来ますか。こんな感じっすね。ひとまずこれ受刑に5出して、奥平さんも出陣する。ここに出すと。で、今川の姫もここに出す。戦場で華麗に舞いましょう。で、氏真に出すしかないか。
それでは参りましょうか。氏真を小山城に出すと。あと2部隊ぐらい欲しいな。33で守りたいんでね。あとは、あと一人、あと一人、こっから出す。あ、こう、出すしかないのか。こんな弱い武将を出すしかないというね。ここに何か、誰か来ませんか？強い武将を。まさきさん入れようか。まさきさんを入れて。そうですね。これでいきましょうか。これで33でいける気がすると。っていう感じですね。あとは？あとはどうということはないと。はい。じゃあまた内政していきます。はい。じゃあまた始めていきましょう。さあ、こっちは全部返すことにしたんですよね。じゃあ、あとは、ここに信長が来るのを待ちましょうか。で、こっから部隊が、二人来たら部隊を、二人入れると。来ない？ちょっと待って、もう一部隊来るはずじゃない？あらららら、あれ来なかったっけ、駿府館に。一部隊じゃ出しましょうか。来ないのであればなかなか遅いね、来るのが。あ、来た。まさきさん来ましたね。出るとするか。よし、こんな感じで。これなんだ？あー、なるほど。騎乗する。こんな道通るのか。伊藤さんだけ、あとは帰れずと。まあこれでいいでしょう。止まりましょう。止まりましょう。さてさて、待機せよ。来るか、もうちょっと。はい、じゃあやっていきましょう。さあ、どうだどうだ。は、進め。ちょっと待って、奇襲か。あんまり嬉しくないぞ。あんまり嬉しくないな。お任せください。ぐるぐるするのがなくなるまではやりましょうか。ただあんまり嬉しくはないと。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとかな。もうちょっと、もうちょっとなくなるか。もうじゃあ一回出ましょうと。
帰れないか。一回帰ろうかなと思ったんですけど。帰ろう帰ろう。よし。そしたら配置が多分変わるので。出陣する。1500は少なくないか。出陣する。まあいいか。ああ逆にしようか、出す順番を。細かいですが、細かいですが、出陣する。出るとするか。こんな感じでいきましょうか。すごく細かい操作をしましたが、行くぞ。すげえ逆方向だったな今。お任せください。びっくりした、今また強制終了起きるのかと思ったよ。お任せください。やめてくださいと。かしこまりました。ふざけんなよと。二平さんが行こうか。かしこまりました。あ、でもどっちにしろ向こうからこっちから来る可能性もあるから。かしこまりました。引け、行くぞ。ん、そっちに行く。じゃあこうですね。承知いたしました。できるか。撃退できますかね。戦に立つには力不足だな。さあ、時間までには撃退できそうだと。こんな日もある。よし、織田の一族を一人。
織田の一族を一人やっつけたぞと。こんな感じかな。あとは小山城に援軍が来ると。ちょっと援軍を送りすぎたか。この武将は帰るだけだということか。よし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 、いいぞいいぞ。あーそうか、ここもうこっちで戦をしないといけないから、こっちに行くとして、承知いたしました。これでこっちに向かう感じにしようか。出るとするか。悩ましいところ。感じしようか。ひとまず一回離れましょうと。ダメージを食らいたくないので。よし、じゃあターンが変わりそうなんでこのまま行きましょうかと。悩ましいな。ここは大丈夫、ここは大丈夫ですね。動いてない、ただ単に牽制できるだけだと。よし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 。表情を始めましょう。報告いたす。はい、じゃあやっていきましょう。さあ、ついに信長と戦だ。さてさて、信長さんよ、こんな遠いところまで来て、遠通りの駿河か、小山城は。行くぞ行くぞ。わー、なんか怖い声が聞こえた。怖い声が聞こえたよ。この先方はおじいさんね様をこっちに承知いたしました。で、こっちをこういう感じで、こっちか。こっちかよ。まさきさんは？かしこまりました。なんで？なんで食らうんすか？この櫓につけましょう。承知いたしました。ちょっとこっちから来るか。すげえな、マジで信長。こっ
ちに行くか。ここは一人で守った方がいいのかもしれない。結果的に。なんで食らうんだろう。かしこまりました。我が王の城、包囲されました。お待たせ。なんで食らうんだろう。承知いたしました。この軍略で敵を撃ちます。こんなに食らったって、意味がないぞ。これは食らっていたら意味がないぞと。食らわなくなった。兵数が少なくなるとやっぱり食らわなくなるのか。少しずつ効いてるけど、かしこまりました。信長が天下、邪魔はさせぬ。ちょっとやばいかな。そろそろ一応変わりましょうか。承知いたしました。やばいやばいやばい、もう中に入りましょう。ということはこっちも中に入りましょうと。お任せください。岡本さんがこっちに行くと。承知いたしました。城門が破壊されました。この戦、我らが制す。やべえな、マジで強えな信長本当に。残ってるぞ。うわ、やっぱいない方がいいか。2人で攻撃しようかなと思ったけど、いない方がいい。あと45しかない。承知いたしました。やばいか。なかなか耐えきれ耐えきれ。誰も仲間にならんと。全然ダメやんけ。お任せください。
太田さんが手に入ると。さあ、時間稼ぎをするしかない。縄文が破壊されました。さすが時間稼ぎと。空気王は信長が終わりました。怖いよマジで。ちょっと待って、なんで逃げた。バカじゃねえの。ここであなた防衛しなきゃいけないでしょ。さすが氏真さん、自分の仕事が分かってらっしゃる。かしこまりました。いなくていいから。かしこまりました。いやー厳しいな。お、北条の大道寺さんも全部でもないけど仲間になると素晴らしいね。信長が強え。全然やられる気配がない。7000ぐらいは削った。でもいや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 、承知いたします。もう逃れよ。さてと、こっちで。かしこまりました。敵が城内に侵入しました。取りかかれ。は？何してんすかマジで。かしこまりました。承知いたしました。承知いたしました。するしかないか。全然食らってなくない？ものすごい勢いで溶けていく。食らった。一回外出ましょう。これは これはちょっと待ってくれ。承知いたしました。お任せください。なん
んで俺小山バカこっち経由で行こうとしてんの。あ、てか小山城にしてんじゃん俺。うわぁ戻るぞ。起乗します。マジか。この2体はちょっと助け立ちいたす。ひと休みですね。これはもしかして大合戦ですか。うわ圧倒的不利だ。いやこういうのは予想してなかったぞ。かしこまりました。かしこまりました。どうしたらいいかな。助け立ちいたしますぞ。かしこまりました。朝比奈さんはここで踏ん張る。承知いたしました。道修もここで踏ん張る。さあってあれここ戦中じゃなかった。あれこれ戦中じゃなかったっけ。また大合戦マークがついている。はい、じゃあまたやっていきましょう。大合戦はだって信長でしょ。いやーこのメンツは無理だ。やっていきましょう。行くぞ。この場やっぱり厳しいか。続きなさい。かかれ。のぼらせてくれないの。かしこまりました。敵が我が領内に向かっております。信長が諏訪原城に追ってくる。それはいい知らせだ。うわぁ、攻撃されてる。かしこまりました。申し訳ありません。この攻め、見切れまい。いや単純にやられたぞ。味方が捕らえられました。捕らえられたとなるとこの武将は許すわけにはいかんな。諏訪原城に来る。お任せください。承知いたしました。ご命令を報告いたす。いやー捕らえられるわけにはいかない。また噛んでしまったが。なかなか厳しい戦いが続きますね。信長も来るんでしょこれ。まあでも諏訪原城に来ていただけるのはありがたいとっていった感じですね。はい、じゃあやっていきましょう。ようやく外の状況が見えたので、いざ戦場へ。吉信様が祇園城を攻めちゃうか。で、あと山形さんも。出陣するぞ。というかこれ城代にしなきゃダメじゃん。
と小田原を出陣してるから無理なのか。厄介だな。いやさっきまでおかしかったのがおかしい。ああだから連動上がってねえんじゃねえかよ。くっそー。なるほどね。これでいいかな。よし、じゃあやっていきましょう。よし。いいのか別に。さっきはああいう状況だったから一回出ただけであって。よし、じゃあ戦しましょうか。さてさて、進め。いやーなんとなくあんまりいい感じがしないですが、承知いたしました。じゃあ横腹から攻撃をしてください。いやー陣形変えんなよ、バカだな本当に。砲陣にしてくれ陣形を。よし、これで後ろからつつきましょうか。後ろからつつくとどうなるかと。お、食らわなくなった。よしよしよし。遊びは終わりだ。ちょっとやられたか。これで決めるぞ。あとはいい戦方法はないかな。挑発しかないね。どんどん向こうが強化していく。戦に出てくるなら勝ちます。まあでも相手がかなり減ってきていると。え、なんで。承知いたしました。承知しました。おい動かないでくれと何回言ったら分かるんだ。よし、こっちはこっちはうまいことやりましたと。いいね、到着したね。いい感じに到着と。あと800。これでうまいことやれば武将を取り戻せると。引け。よし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 、今川の姫を取り返したんじゃないか。ものすごい速い行軍だったね今。
城する、うん、城へ戻ってくれ。承知いたしました。承知いたしました。こんな感じでいいかな。徳川が来てるんだよな、この隙を狙って。それはいかんともしがたいところか。まあしょうがないでしょうと。どう来る、そっちから来るか。は？信長が攻めるのをやめた。ということはこっちに行けるな。さーて、この部隊はちょっと置いとこうか。まだこの部隊は置いておこうと。信長が去るまで置いておこうと。一休みですね。武将が戻ってきた。あー、よかったよかった。よし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 、早く信長を去ってくれと。さあこっちも北条攻めの方に行きましょう。信長が結構な兵数を残して帰ってったぞ。あー怖かった。家康がいる。家康が。承知いたしました。お任せください。ここら辺に置いとこうか。ひとまずその間に修復して、修復が終わったら、終わるまでもないだろうけど、ある程度終わったらですね。家康を動かしてしまったぞ。来るぞこれ、このうち。どこかに移らせたっけ。オブさんはどこだ。オブさんはどこにいる。オブさんはどこに行かせた。あれどこだっけ、オブさん。ここら辺じゃなさそうですね。あれふふふ、忘れたぞオブさんの場所を。あれどこ行ったっけ本当に。あ、ここだここだここだ。そうだ、遊騎場に行かしたんだ。いざ参ろう、出陣するぞ。さてと、じゃあこっち側から行きましょうか。内側から、かしこまりました。うんうんうん、遊騎場に行きましょうと。出陣するぞ。遊騎場じゃない、魔王家城ですね。よしよし、表情を始めます。先月の収支です。あー、やっとこれで徳川だけに専念できるかな。あー怖かった信長。
忘れないうちに修復だけさせていただいていいですか。はい、というところで今回は終わりですかね。結構時間ももういってると思うので、いやー、この諏訪原城、鉄壁の守りを見せてくれましたが、何なんだこんだこの小山城は。ペラー信長にね、速攻でやられそうになってた。これペラーこっちとえらい差ですね。はい、うわ、家康がいる、来る可能性があるといったところで今回は終わりにしたいと思います。はい、次はまた包丁攻めですね。ではこの続きまた興味がありましたらチャンネル登録などしてですね、次回の配信連絡お待ちください。ではでは、またねー。